第10回、社会法人ひとき宅に奨学基金ビヨンドエッジプロジェクト早川学校の全体会議を始めたいと思います。よろしくお願いします。それでは、まずは早川代表のご挨拶からお願いします。おはようございます。おはようございます。まあ、社団法人化をしてこのビヨンドエッジプロジェクトの全体会議という形ではちょうど今日が10回目だということなんですけれども、まあ、1回1回いろんなことをやりながらそれを、まあ、記録化をするということをやってきましたので、やはり、まあ、今回も映像を残したり議事録を残したりということで次につなげていきたいと思っております。残念ながら体調を崩して、欠席をされる人、あるいは、北京から帰ってきた竹内君のように、まあ、北京での報告をしていただく予定の人も、今日は海外への出張ということで今日の午後日本の方に戻ってくるということで今日の会議には参加できなかった、次回にはぜひとも、まあ、文章にはできないけども皆さんにお伝えしたいことがたくさんあるので、それをお話をしたいという連絡が来ましたので、そういった楽しいことは次回にしていきたいと思います。まあ、時たくに奨学金ビヨンドエッジプロジェクトという形で、ずっと進めてますけども、やはり、徳瀬さんが、どういうことを望んでおられたかということをね、やはり時々は振り返って、皆さんにもその思いを共有していただきたいなと思っています。それはやはり、これからの社会を担っていく若い方々に存分にその羽を広げてもらいたい、そのための支えとなるようなことをみんなでやっていきたいということが基本だと思うんですね。もともとは、図書の寄贈ということの事業を継承しするということから始まってきたんですけども、東日本大震災が発生してから私たちが何ができることはないだろうかということで、東北の応援バスツアー、あるいは留学生との復興支援バスツアー、さらには図書の寄贈活動、そして、まあ、信じてつながろう東北のようなああいった新しい祭りを作り上げる作業、さらには動態的健康研究会とか産業法務研究会、あるいは、日本救護救急財団の立ち上げといった、まあ、そういった社会的な活動も少しずつ進めているところです。しかしまだ、ほんのちょりついたばっかりで、いよいよ次のステージに、みんなで、この進まなければいけないというそういう時を迎えていると思います。人を輝かせるような存在になっていきたいというのが願いなんですけれども、そのためにまず自分自身が大きく輝くような魅力的な存在にならないといけません。そういったことでこのビヨンドエッジプロジェクト全体会議で一人一人がどんなことに今挑戦をしているか、今どこまで来ているのか、これからどういうことが展望できるのか、まあ、こういったことを報告をしていただくことによって、それが他の方々への一つの刺激になっていけるのではないかというふうに思っております。大きく夢を膨らませていただきたい、どんどん輝いてもらいたい、新しい仲間をどんどん呼び寄せてもらいたい、まあ、こういうふうに思っているところです。今日もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは2つ目の項目に行きたいと思います。レジュメの方に書いてあるんですけれども、ビヨンドエッジプロジェクト2015年の、東北復興支援プロジェクト第2弾といたしまして、山本町の内藤君とに会うマコモダケ収穫ツアーというのを今予定しております。この件につきましては内藤さんとそれから東北支部の小野寺事務局長ともうすでに話は、ついておりまして、日程が決まりました。10月24日の土曜日に、まあ、白石蔵王現地ですね、あ、これ白石蔵王か、
仙台かはちょっとあの小野寺さんにお任せしようと思ってるんですけれども、いずれにせよ そこら辺が近辺ですので、あの山本町はなので、そこに集合し、まあ約1日かけてですね、山本町の内藤さんの、農作業というかの様子でございますとか、もちろん山本町そのものの復興の、視察ですね、復興の、状況の視察等を交えて、まあ山本町で、宿泊し、で次の日、まあ、同じく13時頃に解散といったような、ツアーを予定しております。まずご興味ある方とか、それから質問ある方とかいらっしゃいますか。はい、住所さんどうぞ。行きたいです。もちろんもちろん、行きましょう行きましょう。はい、名前なら一応書いて、はい、書きます書きます。住所さんありがとうございます。同じく僕も、もう大島君ありがとうございます。奥様ありがとうございます。もうここですでにもう5名確定いたしました。内藤さんありがとうございます。6名ってことはまだ全然大丈夫ですよ。すいません、今一応なんかこれ6名以上超えるとおそらくマイクロバス的な10名ぐらいになる。逆に今度10名を目的としてじゃあ進めていきたいと思いますので、はい、ねえ、やっぱりそれと、はい、高辻君が入らないと。はい、高辻君ということでですね、今これまた引き続き応募いたしますので、皆さん予定の方が都合つきましたらぜひご参加ください。では、まあ今、まさに社団法人早川学校のこの金町オフィスにで行われている各教室のご報告と、今までの今月のご報告と、それから、来月のその教室開催日のご報告をさせていただきたいと思います。まずじゃあ、本日欠席でいらっしゃるんですけれども、早川貴子さんの美文字レッスンなんですが、次回9月26日の11時に開催されます。それでは続いて、ビヨンド英語についてジョシアさんどうぞ。今5人ぐらいそうですで参加しています。でまだまあ、人数だけでなくクラスタイム、はい、とかプライベートレッスンも、はい、開きたいだと思いますので、まあ、横中村さんの方に連絡すれば、はい、プライベートレッスンとか相談しながらできますので、はい、毎月2回ほど定期的に今進めてるの でただまあジョシュアそれから陽子さんと、まあ、僕でもう確かにその、目標設定を、結構そろそろ明確にしながら教室作り講座作りというものをしっかりしたものを作っていきたいと思っております。ビヨンド英語、次回9月7日19時半ですので、皆さん時間がありましたらぜひご参加ください。で続いては、篠宮さんの担当の美声レッスン、篠宮さんお願い、ご報告兼はい、告知をお願いします。美声レッスンなんですが、毎回、ビヨンド X プロジェクトの会議の後にやらせて今いただいております。今日も本日もですね、ご飯を、はい、13時以降頃からですよね。はい、そうですね、頃から始めさせていただきたいなと思っております。本日はよろしければ皆さんご参加くださいませ。以上です。はい、よろしくお願いします。はい、では4つ目の項目に入りたいと思います。自己紹介、本日は新しく参加された方には自己紹介、そして定期的に参加されている方には今の現状のですね近況報告をですね一人ずつお願いしたいと思います。それでは久しぶりにご参加くださった山中弁護士さんお願いします。まあ、すごい久しぶりで、はい、その間のことを全部報告してたらキリがないんですけれども、軽く自己紹介を、まあ、初めての方もいらっしゃるので自己紹介お願いします。私、まあ、東京の西の方の立川というところで弁護士をやってる山中と申します。今日久しぶりに来た理由なんですけど、もともと私ここに関わるようになったきっかけは2年前、確か2年前でした、
日中友好東北応援ツアー岩手編というのがあって、はい、まあ、この、まあ、ビヨンド X プロジェクトともう一つ、日中の未来を考える会、そこの合同でやった集まりの時に参加させていただいて、はい、今復興の方がそのビヨンド X の方でやってるはずって言われたので、はい、あ、それちょっともう一回来てみたら、まあ、今日早速こういった、まあ、10月の計画とか、はい、まあ、聞かせていただいて、まあ、来てよかったって思ったんですけれど、この24、25実際に行けるかどうかちょっと事務所の方のスケジュールでも調整しないと分かりませんけれども、はい、またこちらの方まで参加させていただきたいなと思いました、はい、まあ、大体以上です。 ありがとうございますよろしくお願いいたします。ご参考お待ちしております。ありがとうございます。ありがとうございます。では豊田さんお願いします。はい、先月最初に、優秀な政治家の帽子を国民の手で査定しようプロジェクトを実現したいという夢を持っているということで、先月から参加させていただくことになって、豊田と申します。今月の中旬に、7年ぐらい前にチャレンジして失敗した、プロジェクトというかシステムが一つありまして、翻訳の受発注を便利にするシステムなんですけれども、翻訳者と翻訳発注者の間の、やり取りで、翻訳者発注者側に出す情報を一つのシステムにまとめてボタン一つで簡単に伝えられるようにしようというシステムなんですけど、で利用料金の書き方とかシステムの作り方とかがうまくいかずに、翻訳発注者側の利用者が集まることなくて、7年前失敗したんですけれども、まあ、いろいろ本を読んでいるうちにここをこうしたら動くんじゃないかっていう、発想をいろいろ持つようになりまして、まあ、千葉さんと相談してこれをやろうという、でまずそれの実用化を目指すという方向でこの2週間猛烈に動き始めたところです。多分年内、かなりこれに集中していくんじゃないかということになるんですけれども、どうよろしくお願いしますよろしくお願いします。ありがとうございます、はい、あで豊田さんの紹介の方をお願いします。はい、先月胃潰瘍になってしまって、でちょっとふさぎ込んでたんですけど、今日豊田さんにこういう会があるよって言って紹介していただいて参加しています。塚田と申します。塚田さんですか。はい、塚田です。あ、はじめまして、よろしくお願いします。はい、お願いします。体のこととかもいろいろアドバイスしたりとかね。いろいろ紹介していただいてアドバイスいただきます。きっかけ自体オンラインゲームの中で出会って。そう。で、今日は。あ、すみません、塚田さん主体で喋っていただいてよろしいですか。豊田さん、どうぞ、もしあれでしたら。自分は、ちょっと脳腫瘍っていう病気を持ってまして、脳腫瘍を克服しながら頑張って生きてます、うん、まあそういった流れもありまして頑張って楽しく生きていけたらなと思ってます。お願いします。よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ私の個人の報告をさせていただきます。そうですね、6月までやはり私舞台の本番がずっと続いておりまして、でそれをまあ、決算も含め、舞台のですね、舞台の生産も含めてやっと7月に落ち着きました。あとはやはり今の私自身のテーマは家庭の安定と会社の安定ということを今最大のテーマとしていますので、そのことはまあいずれ今のそうですね、大島君であったり、もちろん高辻さんであったり、その豊田さんであったりのところのそのまあ創業起業のところの援助はしていきたいんで、援助をしていきたいともちろん思ってますし、次期私の来年のテーマとしましては、まあ、ここで明言するとコンサルティングとしての経営のコンサルティングとしてのところをしっかり確立していきたいというのが創業起業のですね、やっぱりその自分と同じ世代でどういうトラブルが起き、
どういう可能性があるのかっていうことも助言もさせていただければというふうに思ってますし、本当に逆に使いすぎた時どういうことが起きてしまうかっていうのをまあ、運よく稼ぐことができて使うすぎた時どういう問題が起きるかっていうのもちゃんと本当に助言していきたいですし、で本当に法律的なものになったらもう山中先生と早川先生にちゃんと相談するということもしっかり相談したいですし、大手と組めば組むほどリスクっていうのは本当に増えていくものです大企業と組めば組むほどパートナー、危ないです。それぐらい危ないので、そう簡単に創業企業っていうのをやすやすとしない方がいいとは思ってます、もう手堅くやらなきゃ、借金とトラブルを作るだけですから、本当にその経験者から学ぶべきですし、法律の専門家をしっかり相談するっていうことを、今山中先生顧問とかになってくれるらしいのでここ今宣伝させていただきましたがじゃあ中小企業の顧問弁護士のね、あれがありますので、そういうのを本当に活用した方がいいと思います。そういったところでですね、まあ自分の経験を生かして、まあ岸君も何気に豊田さんもそうでしたし、高辻さんもそうですし、大島君もそうですが、皆さん自立っていう言葉を常に掲げているテーマだとは思いますので、その自立をしていくためのそのメソッドですね本当に方法論のメソッドをしっかり、伝えていけたらな来年まで、3社起業させます。ではすいません先生、改めて総評をお願いいたします。今日のビヨンドXプロジェクト全体会議、当初の予想ではね、今日はちょっと、いわゆる端境期ということで、江さんがね、いよいよ北海道の方に来て、大学の非常勤講師になるとかね、あるいは竹内君が戻ってきて日本の企業でいろいろ仕事をする、いわゆる奨学金を受けられた小学生が次のステージに今移ろうとしているその状態の中で、やっぱり基本的にはそういう奨学金を受給する、そういった候補者を選んでいきたいとかね、あるいは、憲法図書を起動するというね、そのプロジェクトをさらにね発展をさせるためにどうしようかしら、一回きりで終わらないで継続的にそれやっていきたいんだけども、どういうふうにしたら一番役に立つだろうかな、例えばこれ参加する人が自分がもし100万円をねその活用して、社会に役に立つ、そういったことをプロジェクト作るとしたらどんなことをやるかなって、そういった課題をねそろそろ割り振ってみたいなと思ってたところなんですけども、まだちょっとその早いかなというところの中で、今日は自由に皆さんの、今やってること、あるいはこれからやろうとしていることを語っていただこうと思いました。でそれがやっぱり見事な形でね、やっぱり、次につながるようなものを目を皆さん持ってるという、ね、育てているということが分かりました。大島君がね、25日間にわたってもうすでに一つのメディアをね作ってるということは大変大きな成果だと思いますので、こういったことを一つのいいモデルとして皆さんにはさらにさらに新しいものをこれからも進めていただきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは、第10回社団法人ビヨンドXプロジェクト全体会議無事終了いたしました。それでは皆さんいきます。せーの、やるぞ。